こんばんは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回も、君の目的は僕を殺すこと、3を実況したいと思います。前回は確か、魔人に化けたトロイが話しかけてきて終わったよな。詳しくは前回をご覧ください。クリティカルタマちゃんでどれだけ減らせるか。まあここまで減らせたならもう余裕ですね。2700の魔人、ブー、殺害完了。うわぁ何この BGM 絶対、トロイ怒ってるじゃん嫌だなー。これ以上苦戦するの嫌。カズミンの家。ついにここまでやってきた。ここまで来るのに、1週間かかってしまった。でも倒せなかったらどうしよう。倒せる、倒せるぞ。いけ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 。よっしゃー。第2800の魔人、ダリグリ、殺害完了。攻撃の手を休めて、話を聞け。トロイの口を借りてお前に話がある。俺は神の中の神、創造神だ。創造神。もし俺の味方になれば、世界を一つお前にやるよ。世界を作ることぐらい俺にとっては朝飯前だ。その世界を破壊することぐらい、破壊神にとっては朝飯前だよ。お前はその世界の王になれる。どうだ、俺の味方になるか。破壊神に存在ごと消されそうなのでノーで。なるほど。所詮、お前は人間、破壊神に作られた存在。その運命からは逃れられねえってわけか。いいだろう。ね、し。ねし。ね、し、ねし、ね、し、ねし。しね。わーおど直球。うわー。サンズさん、違います。はぁ、あ、はぁ、あ、トロイ強すぎるって。でもこの人が出てきて本当に良かった。この人のスキルが強くてよかった。ついに来たな、第三戦の魔人。やった、これだけ減らせば勝てたでしょ。やったー。第三戦の魔人、ククク、殺害完了。キキ、ガク、トロイはもう、使い物にならねえな。いいか、人間、これで勝ったと思うんじゃねえぞ。お前のために最高の絶望を想像しておいてやる。覚悟しとけ。え、スパムトン、違います。
おめでとう。君のおかげでトロイを殲滅することに成功したよ。創造神の最後の誘惑にも負けなかったね。もし君が奴の誘惑に乗っていたら、おそらく闇の世界に引きずり込まれていただろう。創造神のやり口があんなに邪悪だったことに君は驚いたんじゃないかい？もしかしたら君は、破壊神である僕が悪で創造神が善なる存在だと思っていたかもしれない。でもそれは大きな勘違いだ。この世の中には、邪悪な創造もあれば、健全な破壊もある、もちろんその逆もある。僕と創造神の存在も、絶対的な善悪で区別できるようなものではないのさ。君がこれまでの人生で善や悪だと信じていたものも、果たして本当にそうなのか、この機会によく考えてみるといいよ。さて、これで創造神との戦いが終わったわけじゃない、むしろ始まったばかりだ。トロイは創造神の手下の一人に過ぎないからね。近いうちにまた創造神とは戦うことになるだろう。引き続き僕を殺して断念してくれたまえ。それに、トロイが消えたばかりだというのに、また胸騒ぎがするんだ。次は一体何が起きるんだろうね。楽しみになってんじゃねえか。うふふふ。